ココちゃんすっぽり。ココちゃんすっぽり収まっちゃった。今日はペット用のキャリーバッグのご紹介です。オリジナルの刺繍、まあ名前を入れることができるキャリーバッグですね。はい、こんな感じでココちゃんが収まっています。この、キャリーバッグ、普段ね一緒に歩いていればいいんですけど、一緒に歩けない時とかにこういったリュックを背負うことができて愛犬を運べる商品になっています。